からたこ揚げかな。じゃあやってみよっか。まだ諦めちゃダメだよ。頑張ってみよう。なるほどね、チリ。これならできそうだね。惜しかったね。何か他の方法ないかな。あれ、ちょっと待って。タコに穴開いてないかい？よくやったぞ、ベイビーたち。大成功だね。ベイビーたち、何してるんだい？怒られちゃうぞ。黄色のペイントを使いたいのかい？青のペイントを使いたいのかい？そうだね、ベリー。ティムが起きたら怒られちゃうな。
ベイビーたち、後ろ。ちゃんと掃除しないとね、ベイビーたち。もういたずらはダメだぞ。アイス、今日はお預けみたいだね。ベンの農場に行って美味しいパイを作らないかい？これはなんていう野菜かわかるかな？そうだね、チリ、人参って言うんだ。いいぞ、ベリー。これはトマトだ。ベイビーたち、これは何かわかるかい？そうだね、サニー、ナスだ。あらら、汚くなっちゃったじゃないか。ティムのとこに行って、きれいにしに行こっか。
さて、次は誰だい？そしたら、ティムにお礼を言わなきゃね。次は汚くならないように気をつけようね。シリ、具合が悪そうだね。誰か呼べないかい？君の心臓の音だね、シリ。サニー、シリに近づきすぎないようにね。よくできたね。ティッシュはいつも使うようにしよっか。キャンディーじゃないよ、サニー。それは薬だよ。そしたら、サニーとベリーにこれをあげよっか。最初に手を洗わなきゃね。チリが元気になるまで近づかないようにね。チリ、元気になったね。たくさん寝て野菜を食べて風も克服だね。